皆さんこんにちは。野村道場3年ぶりに、リアル開催になりました。本当にこのね、同じ畳の上でみんなと出会えてすごく今幸せです。今日は楽しく精一杯柔道頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。夏休み、皆さん思い出ありますか？できましたか？今日から今日、一番いい思い出を作れたらと思います。よろしくお願いします。はい、谷本先生よろしくお願いします。大野翔平です。オンラインでは前に参加したことがあったんですけど、こうして、皆さんと直接野村道場で、お会いするのが初めてなので楽しみにしてました。いい夏の思い出になるように精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。まだゲストの方いらっしゃいますね。今日は、3名来てくれてます。どうぞ、はい、拍手でご登場ください。よろしくお願いいたします。日本語大丈夫？大丈夫です。お願いします。皆さんよろしくお願いします。今日は楽しんでください。はい、ファイザー先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。普段はピアノ弾いてますけども、今日は道着を着てちょっと緊張してますけども、みんなと一緒に柔道を楽しんでいきます。よろしくお願いします。この人知ってる人？ありがとうございます。ドンマイさんの YouTube 見たことある人？みんな見てるんですね。あ、人気者。なんかありがとうございます。すいません、今日はよろしくお願いします。すいません普通、はい、みんな練習の前礼するよ ね。試合の前も礼するよね。だからみんなこの単にね、形として礼するんじゃなくて、相手に対しての感謝の気持ちを持つ、ね、これが大事です。あまりね、お尻を浮かさないように、なるべく浮かさないようにしながら礼をして、そして上げて背筋伸ばす礼。そしたらね、これからは体を動かします。サーキットトレーニング10種目あります。強化選手たちもみんなやってます。大野選手もやってるよね。1ぐらいします、3セット。だからやっぱりトップの選手はめちゃくちゃすんの。今日はね、1セットだけやります。あと5秒、4、3、2、1。はい、種目の切り替えは早くね。はい、しっかりとジャンプして5秒前。頑張れ頑張れ。よし、3、いいぞ、2、1。はい、3、2、1。はい、終了。頑張りました。はい、みんな拍手。全員できてました。拍手。よく頑張りました。師匠は大外刈りを教えます。しっかり見といてね、みんな。はい、大外刈り。釣り手はこれは相手を倒す技、後ろの倒す技なので当たらなきゃダメですよね。なので手のひらから前腕、上腕、胸、全部相手に当たるように、で当たった時に強く相手に当たるように音聞いといてください。わかる？こんぐらい相手が痛いぐらい強く当たってください。音が鳴るぐらい思いっきり当たってみてください。引き手は脇を締める。胸をしっかり当てるように。どう？大外刈りに自信の持ってる人。吉垣里乃です。吉垣選手、大外刈り得意なの？はい、よし、じゃあお願いします。お大外、お見事。はい、私は北京オリンピックの決勝戦でかけた内股を今日はやりたいと思います。はい、私はこの足の長さで大きな選手たちを内股で投げていました。そんな時に工夫していたことです。足をお尻から相手に当てて跳ね上げることです、ね、昔の加納治五郎先生の内股を見るとこれくらいだよね。それが私は上げますという工夫をしていました。上げます、せーの、上げます、せーの、上げます、キープします。いいですか？せーの、1。はい、しっかり上げる。そこでグラグラしないよ。はい、自分でバランスをとって片
を覚えるため、自分でしっかりとこの形を覚えるために4人で協力をしてこの形を作り上げます。人足りないっていう人、人足りないっていうところありますか？人足りない、足跳ねろ、よし、そこでストップ、1、2、3、4、5、OK、 持ち上げろ、よ、そうそう、上げたまま、上げたままで、そこで、そうそう、私もやれるよと、俺もいけるぞっていう人いるかな？萩原優雅です。どこの、どっから来たの？下野柔道クラブ四日市、うん、三重県から、ありがとう、三重から、よし、1、2、3、次投げろ、お見事はい、私は3歳から柔道を始めて、やっぱ最初に、教えてもらった、まあ、小学生の時かな、おじいちゃんから教えてもらったのが背負い投げで、でもずっと背負い投げの練習して、もう背負い投げで世界と戦いました。拍手。背負い投げってね、特に体の小さい軽量級の選手がいっぱい使うよね。やっぱこう自分よりもこう低いこういうね選手だったら、さらに自分は低く入って、そして背負う、腰を落とすってことが大事。引き手でしっかりと相手を前に大きく引き出す、で自分はしっかりと綺麗に回る、よし行け、時間ないぞ、よし入った時に、はい、足の幅見てね、はい、俺大きく大きく使う、そうそうそう、上手上手、大きくね、この一つ目の相手をこう、相手がこう、こう崩れるように、オッケー、はい、一本一本の打ち込みを大事にやってください。ちょっと野村忠宏に背負い投げを見せたいっていう人、山崎明日です。高橋真です。朝日道場、よし、お見事、拍手を送りください。でね、今日は、まあ、今大野先生そして谷本先生、に技を教えてもらったけども、まあ、今日来てくれてるねゲスト、パイシャ先生、私の本当のライバルだったので、今はもうお互いね柔道引退、選手は引退して、ライバルの時はやっぱりね勝負するから友達じゃなかったの、ライバルだから。ただ今は彼は日本に住んで、もう私と本当に親友ぐらい、仲良くなってます。だからこれも柔道がつないでくれた、友情だと思ってます。時田先生、今日はミュージシャン、スキマスイッチの時田慎太じゃなくて、ね、柔道大好きおじさん、はい、時田おじさんということで今日は来てもらいました。何よりもやっぱりステージに上がるっていう時の、ステージの部分ですかね、そことお客さんに対してのリスペクト、その辺をやっぱり柔道で学びましたね。はい、拍手、はい、大きな拍手を送りください。ありがとうございます。今日はだから YouTuber じゃなくてね、選手として来てくれてます。背中叩いてくるやつにこっちの裏投げいきます。もう一回やるし、ごめん、ほんと多分次は、いい、ちゃんと分かるじゃん、空気。はい、みんな拍手を送りください。さあ行きましょう、はじめ。3、2、1、はい、終了。さあ、講義はこれで終了になりましたが、ここからはみんなの質問に先生の皆さん答えてくれる質問コーナーです。緊張をズバリどうほぐしていますか？自分が試合の時に意識している
言葉が3つあって、それを口ずさんでました。集中、執念、我慢っていう、まあ、試合の時に大事な言葉なので、口ずさむことによって気合を入れて緊張を力に変えてました。ドンマイ川端先生に質問です。一発ギャグをお願いします。やらせていただこうと思います。すいません、失礼いたします。少女中だあの少女中だあの少女中だあの少女中。どうも川田先生、ありがとうございました。みんなお待ちかね、プレゼント大会これから行ってまいります。結構ガッツポーズしてるね、みんなね。はい、さあ誰に当たるか。30番。30番、ダイオハウス工業さんからのホテルの宿泊券です。はい、おめでとう。はい、おめでとうございます。62番。62番、はい、おめでとうございます。拍手みんな、3名の皆さんですね。はい、おめでとうございます。みんな拍手をお送りください。はい、時田先生が作った、はい、T シャツ、柔道部って書いてます。お、柔道部 T シャツ僕が高校の時戦ってた階級は無差別級である、丸かバツか。こちら丸ね、こっち丸、こっち丸、こっち丸、1。正解は無差別級です。おお、丸の人残りました、はい、来てください。はい、おめでとうございます。ちょっと大きめに着てるとね、可愛いと思うんで。昨日焼肉を食べた、丸かバツか。3、2、1。はい、ストップ。丸です。カイト君、はい、ここで書いてくれるんですね。おめでとうございます。私は北斗の拳という漫画が大好きです。さあ、北斗の拳は何人兄弟でしょうか。4人だと思う人は右側。正解は4人兄弟のバツです。バツの人が生き残ります。はい、プレゼントしてください。おめでとうございます。おめでとう。去年さ、東京オリンピックあったよね。男子7階級、女子7階級、個人戦ね。で、日本の柔道は合計、ね、金メダル、銀メダル、銅メダル合わせて11個のメダルを獲得した。正解は丸。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。みんな拍手をお送りください。はい、盛り上がりました。それでは最後に先生方からメッセージをいただきますので、まずは大野先生お願いします。今日はありがとうございました。柔道っていう競技はいいことだけじゃなくてね、痛いこととか辛いことも多いと思うんですけど、続けてくれたら嬉しく思います。今日は皆さんありがとうございました。今日楽しかったよっていう人、手を挙げてください。はい、下ろしてください。きっとこれから辛いことをまたね、頑張らなきゃいけないと思った時に、きっとこの力が、パワーに変わってると思います。ぜひ、この夏の思い出として、また明日からみんな頑張ってください。私はね、3歳から柔道始めて、もうね、中学校に入る時に32キロしかなかったの。ただ柔道が本当好きだったの。だから皆さんもやっぱりね、柔道好きになってもらいたいし、柔道楽しんでもらいたいの、ね、だから強くなるってことも大事だけど、ね、自分からどん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 上手くなりたい、自分が強くなりたい、こんな技をもっともっと上達したい、そうやってね、自分からこうなりたいっていう気持ちが一番大切です。そしてね、親御さんたちも、もう一生懸命練習頑張ってる子どもたち、そして緊張しながらでもね、自分の柔道出そうと頑張ってる子どもたちに、これからも応援してあげてほしいなと思います。今日はどうもありがとうございました。野村先生、どうもありがとうございました。それではいきます。気をつけ、レイ。ありがとうございました。皆さん本当にお疲れ様でした。最後に大きな拍手を送りください。先生の皆さんにも全員に拍手を送りください。どうもありがとうございました。保護者の皆さん、どうもありがとうございました。メディアの皆さん、どうもありがとうございました。1たす1は、よし、はい、終了です。今日は皆さん、どうも見に来てくださってありがとうございました。またこれからも柔道応援してください。